1000円以内でそれぞれ景品を持ち寄りましょうみたいな感じのことやったんですけど、今回も1000円以内で持ち寄りましょうってなって、何にしようかなって悩んでるところです。難しいんですよね、それが。おじいちゃんもおばあちゃんも、上はおじいちゃんおばあちゃん、下は幼稚園の子とかもいるからさ、親戚の子供ちゃんで難しいんです。みんなに当たってみんなが喜べるものって思うとすごく難しいの。あ、新幹線でもうすぐ岡山に着きますって。ありがとうね。気をつけて帰ってね。そう、今日はね、ユニット初恋の鍵をしました。この目、嬉しい。ね、私もまとめ髪久々。やっぱり、汗に強いですね。夏はまとめ髪かもしれんって思うぐらい、良きでした。まとめ髪スタイル。次の僕隊も髪型どうしようって悩みますね。どうしようかな、僕隊。20日。あ、これお疲れ様、釣られたよって。釣っちゃった。てか、本当に楽しくって今日。公演が、久しぶりの公演が。楽しすぎて、いっぱいもうレスの大祭りでしたね。楽しすぎた。記念写真、安住の坊主が一番、これなんか猿でも、猿でも人間でもないポーズなんか初めてやったよ、私。猿でも人間でもないポーズでした、あれは。ね、夏はまとめ髪だなぁ。お、ありがとう、四国公演よかった。楽しいよね、なんか瀬戸りもいいよね。ツインテール見たいです。わ、じゃあツインテールしようかな。ツインテールありかもしれない。昨日だけど大阪サイン会決済完了しましたって。ありがとう、ありがとうございます嬉しい。お、今日の髪型可愛かった、嬉しい。お、待ってるね、僕隊。僕隊も釣っちゃいます、じゃあ嬉しい。こんばんは。うわ、高めツイン？これ？これやっちゃう？久しぶりの研究生公演で、研究生公演ではもうないのかな？久しぶりの僕隊で高めツインやっちゃう？こんばんは。確かにツインありだな。言うてあんまりね、ハーフツインやったことないんですよね。まあでもアイドルなんて呼ばないでがあるから、高めツインやっちゃってもいいけどいいけど初だよ、高めツインは。こんばんは。こうでしょ、だって。で、私マイキューさんの高めツイン好きなんだよな、かわいい。今日すごく、送った、ありがとうね、ありがとう、本当に。見つけたよ、いっぱい。楽しかったです、今日。セトリがいいですね、やっぱり。娘のツインは大好きだよって、嬉しい。ツイン、ありだな。ツインやろうかな。考えとこう。考えたか、つい四国落ち着くんやね、なんか。わかるね、わかる、めっちゃその気持ち。私もね、公演やってて落ち着くと思うし、瀬戸りも好きですね。一人で君にも可愛くなるなと思ってみたらズミンだったそうだよ、本当に私だけちっちゃいんですよ、四国ね。四国に入るとよりね、小ささが増し増し。そう、あとね、肝炎プロジェクト、そう、告知もね、ティフもホットステージで、出演時間も今日出てたし、今月の28日に、広島のアルパークっていう場所で、
肝炎プロジェクトっていう厚生労働省のね肝炎イベントの私スペシャルサポーターに今回選んでいただきまして、で就任しまして、肝炎プロジェクトっていうのに肝炎ですね、肝そうにのイベントに出演するので、そう肝炎今月の28日です、今月末肝炎なので、アルパークぜひよかったら来てください。トークイベントみたいな感じで出演します。そう、広島のアルパークです。うん、広島のイベント、あずみ一人でですね、うん、お一人お仕事です。あ、実習ご褒美の僕たち楽しみ、嬉しい、頑張って、実習本当にありがとね、モチベにって嬉しすぎるし、夢をガラス瓶にもう見た踊ってくれてたの嬉しい。 ST の公園行ったことないから行ってみたい、ぜひ来てください、楽しいですよ ST の公園、来てほしい来てほしい、来てハマってほしい。ちょうどその近くにいるよね、行けたら、あ、ほんまに、来て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 ください。そうだよー、てか今日も楽しかった、ありがとう、ほんと見つけたよ、割と結構最初らへんに、あ、見つけた。そう、ありがとね、そろそろ出演の声見たいな、来てよ、見に来てほしい、うん、見てほしい。だって当分じゃない、結構さ当分だよね、 ST の公演自体、僕隊、東京の僕隊が最後くらいじゃない、結構そっからずっとツアーだったもんね。そう、あ、花だれも31日のまいはさんの方は私恋ラジがもあって出演しないんですけど、できないんですけど、1日の花垂れは久しぶりに出演しますので、花垂れ公演もお待ちしてます。8月の1日の花垂れに出るよですね、新しい公演情報は8月の1日の花垂れです。あずみ出演します、花垂れもめっちゃ久しぶり、公演はね広島でやってますね、広島でやってることが多い。ありがとう。そう、今日ね、めっちゃね、可愛くなってるの、後ろが。そう。可愛くなってるの。ありがとう、公演。ツアーからオリーブ隊配属されることが多いけど、巻きが多い。確かに今日もレモン。なんかね、でも、レモン、だからね、でも、僅差。マジで僅差。どっちの声もね、いい声してますよ。小豆島のオリーブレモンのところ。どっちもいい声してる。ありゃー、勝ち負け決めるのむずいぐらいいい声してる。こんばんは。そう、リア充が3期の公演、そう、1日リア充が3期の公演トップバッターで、そう、リコチさんポジかな、で、そう出演するの、リア充ね、大丈夫、でもリア充なら頑張れって気持ちです、いけるよって、ね、オリーブとレモン、あ、レモンの方が言いやすいんだ、確かにオリーブって一番手だもんね、オーリーブレモン、確かに
叫ぶのもレモンの方が叫びやすそう。オーリーブよりもレモンの方が、わかんないけど叫びやすそうな感じがするね。公演デビュー、いやでもドキドキだよね絶対。私もさドキドキだったもん、公演デビュー花だれ8月、ちょうど8月だったね。私も3年前のドキドキだったもん。ん ?3 年前 ?2 年前か、2年前よ、2年前よ。ドキドキだったもんね。そうよね。確かにそう思うと、あの2年前の自分から今は先輩になり、支え、どっちからかというと支えて、支える側になったのかって思いますね今更かなこの感情でも思いますね。なんかあずみんも一つ大きくなりんした。あ釣られましたってやつで、嬉しい、釣っちゃったあっという間だね本当にね、あっという間ですね。東京花だれ懐かしいな。サイズは大きくならなかった言わないで言わないで。いやそう、でもなんかさ四国でさレッスンしててさ、そのなんかなんだっけな、君はメロディーか、君はメロディーのラストがみんなで横に並ぶんですよ。みんなで横に並んでこうやって手振って終わるんですけど、君はメロディーの最後、そこをねそのレッスン場でレッスンしてた時に鏡越しにその横に並んでる四国を見て、あかりんさんが、あの四国って身長高いメンバーが多いから、あかりんさんが、いや四国にいるとなんか私がそんなに小さくないように感じるわみたいな、みんな同じぐらいの身長感なので、かりんさんが私そんなに小さくないように感じるわとかって言っててだから私はどうなるんですかってそれだったら私はどうなるんですかって、あごめん違う違うってなりましたそう、でも小さいのが可愛いよって言ってくださってでも本当にね、サンキちゃんもな、みんな高いからな、やっぱりカナウカクルクルが、カナウカクルクルに私の新目要員として四国に入ってもらうかしかないですね。そう身長の話です、カナウカクルクル来てもらうしかないかもしれん。そうだよゴッティも高いからね、平均身長がぐっと上がりますよ多分四国。いちごちゃんと新目ね、もうデコボココンビだよ本当？大きく見えた？そうだよ。昨日いてた4期目指していくんで、え？そうなの？ついに？ついに私より小さい子が入る未来があるかもしれない。でこぼこではすまない校庭さん。すませてあげて。そんな校庭さんとかでこぼこの方が可愛いから。でこぼこでこぼこで済ませてあげてよ、もうちょっと可愛くしてあげて、この身長差を。こんばんは、お20と25の僕たこ行きます、ありがとう、うちは振ってね、ありがとう。あったでこぼこフレンズ、でこぼこフレンズ、確かにアイデンティティはなくなっちゃう、私の小さな巨人が。まあでも小さくても、どんなに小さくても、どんなに小さい子がいても
その中でも私は小さな巨人っていうことなので。見つけやすいんだね、遠くから。私なんか自分をさ遠くから見たことがないからさ、小さいと思われちゃうかなみたいな印象がすごくあるけど、あずみんがパフォーマンス大きく見せるために身長伸ばしたって分かる気がする。ね、なんかでしょ大きくなりたいって結構割と定期的に思っちゃいます。誇りは持ってますよ、この身長。この身長嫌いじゃないけど、でも大きくなることを夢見てしまいます。こんばんは。見つけやすかった？よかった、見つけやすかったなら。確かに会場問題ありそう。でもそっか、そう、後列、後列だったらで、そう、ぶれちゃうから。嬉しい愛があればとか、オーラも放ってるからって嬉しいです。オーラ放ちたいなオーラ放てるようになりたいな。ブオン、オーラブオンってなりたい。お、今日大事、ありがとうね、見つけたよ。オリブレモフ恋も育つ、オリブレモフ恋も育つ、オリオリブレモフ恋も育つ、それを回避したくて悩んで。あとさ、聞いてください、 TikTok なんか桜坂さんの TikTok、踊った動画、踊ってみたの、桜坂さんの曲を踊ってみた動画が、さっき TikTok 開いたら、なんと桜坂さんの公式の TikTok アカウントにいいねを押してもらえてました。嬉しい、見てくださってるんやと思って、そう、嬉しかったですね。踊りが届いて、そう、ってなってスクショしてマネージャーさん送っちゃいました嬉しすぎて、ねえ聞いてくださいお、いいね、いいね、押してもらっちゃいましたってね、嬉しいよね。そう、届いて、でも AKB さんもね押してくださるんですよ。 AKB さんもいいねしてくださって、桜坂さんもね初いいねですね、初いいねをいただきました。そうそう、次の、待っててくださいちょっと待っててください。そうね、見てくださってるんやと思って嬉しかったです、本当に嬉しいですね。いやー TikTok なー、 ST の曲を広めたいんだけどなーって思うけど、ST の曲、 ST さんいいんです、 ST もいいねしてくれますよST さんいいね、それはねしてくれる、ちゃんとしてくれてます。 ST の曲広めたいんよな、広めたいけどな、むずいですよね、バズらせるのとか広めるのってむずいなって思う。こんばんは。でも確かに愛の重さとかダンス印象的だけどむずいよな。一緒に踊ってください、愛の重さ、これ絶対できないもんねこの振り覚えて一緒に踊ってください。なんかまるで世界がつくような重さねえ、しゃぶりよね。へえ、確かに、いや、いい曲多いんだよね、いい曲多いからね、届いてほしいと思うんだけど、必要な曲
確かに。どんどん上げていこう。ちょっと今 TikTok の振り覚えまで体が追いついて いなくって何個かね、だからため撮りをしとかなきゃいけないと思うけど、次の僕隊で何個か撮れたらいい、撮りたいな。あとレッスン、レッスンは無理か。僕隊で撮りたいなと思います。え、毎日聞いてください。こんばんは。ね、でもラッサビかっこいいよね。とりあえず歌ってみたとか Vlog でつないだら、あー Vlog か、 Vlog か、確かに。なんか踊ってない動画もあげようかな。踊ってみたじゃない動画。確かに歌ってみたか。花井美さんとかね。え、そう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 。ホットステージで。わ、レクチャー動画？なるほどね。え、ほんまに？シュレテント前で話題になります。え、嬉しい。Vlog か。Vlog と歌ね。ちょっと考えとこう。今一番楽しい遊びの方。え、嬉しい。ありがとう。楽し、待ってるね。頑張るね、20日。え、ニレって TikTok の音源化されてるんかな。されてないか、ニレってされてない記憶がある。離れたくはないと言ってたのに、夢と現実は違う、もうここには来られないと君が泣いた夜、未来の一歩目を止めちゃいけないと思う、だからこの二目の木の下で君を見送ろう。あった？え、マジ？二で踊りたいな。いい曲よね、本当に。あった？二で踊ろう。Vlog二で歌。歌もね。うん、夢の途中。スクショしとこう。わあ。ちょっとさ、最近って。壊れちゃったのかな。なんかめっちゃ不安定なんよね。わっ。結構。わっ、5月にあったフェスのアレンジ、やっぱりね、好評だからな、嬉しい。くるくるかき、え、なんかね、みんなでね、そうだよね、巻き込んでね、やりたいよね。ねえ、なんか。
か。でも簡単にパッと踊れるものでかつ割とね、あのお仕事のさイベントの合間に撮ろうとかって意気込んでても意外となんか時間がなくて忙しくて結局あ撮れんかったみたいなこと多いんですよね。意外とステージの合間って時間がないことが多い。でも集まるのがねお仕事の時ぐらいだからね。しかもみんなもしっかり衣装着たり可愛くなってる状態でなんかやりたいなぁと思うけど、あかりんさんとかとも撮りたいんだよな今日もね。でも今日はちょっと時間が本当になかった。ステージまで撮れたらよかったな。こんばんは。うーん、裏側やっぱ裏側好きな方多いのかな。あ、さや先生ありがとう。裏側好きな方多い。うん、裏側好きなんだ。あかりんさんとね撮りたいの。裏側すぎて鬼軍さん見てきた。どうしよう。めっちゃ面白い。おらーってリハーサル始まっとんじゃボケー。早くみんなステージ上がってこいやー言ってるあずみんの映像が TikTok 流れたらどうしよう。え、作ってた千穂さん。うん、 Vlog ね作ってた。でもあんなにセンスよく作れるかな私。バズる逆に。あ、バンされる。バンされるの面白い。バズっちゃうの？そういうのが逆に？ね、誰それ？確かに特待。確かに。でもなんか怒ったりしてるのがガチ裏側感あるよね。なんかこの前の舞台の時に面白かったのが、あの出演者のね方といろいろ話したりしてる時に、はずみちゃんって ST のキャプテンなのみたいな話になって、あ、そうなんですって、キャプテンなんですってなって、えーって言って、なんかちゃんとなんか怒ったりするのって言われて、いや怒ったりしない、あんまり怒れないですねみたいな、怒ったりしないですねって言って、へえそうだよねつって、なんかそんなあの怒ったりしなさそうつって、なんかだからこあの舞台帰ってグループ帰った時に、なんかこの野郎ってことがあったら瀬戸内の海に沈めたろかとか言ってみてやって悪ノリがねえって言われて、でアドバイスをいただきました。なんつーアドバイスだと思って、そう人うちのみに沈めたのかー、なんかや、ま、そう悪いことしてる人がいたらねえ誰かいつか沈められちゃうかも。そうお好み焼きの具にしたろか。好み焼きの具にして食べたろかーって。そう、あーヘタリのペアダンスね。確かにあんまりあれちゃんと踊ってる動画ないもんね。
やられる第一号にならないようにしなきゃ。本当よ。怒れないですね。私あのヘタレのさ感想よく踊るんですよね。あれ本当にマスター大マスターしてます。あのヘタレの感想の踊り今日もねマイキューさんと踊ったし、センターさせていただくことも最近多いので、ヘタレのセンター、ヘタレのセンターで踊るし、私ってヘタレっぽいんかな。なんて言うんだろう。私ってヘタレっぽいんですかね。ヘタレ 2.5 期でやってた時からそうヘタレのセンター多いんですよ。ヘタレっぽいんかな、ヘタレ合いそうなんかな、ヘタレたちよっぽいんですかね。そう 2.5 期やってた時もヘタレのセンターだったし、ツアーもだし、この前の最近やってるイベントも全部センターさせてもらってて、でもわかる、歌詞めっちゃ共感できるんよ。なんかヘタレなんかやらかすかなって。ヘタレっぽいんかも。ヘタレ要素もあるのはある気がする。でも歌詞はめっちゃ共感できる。そう、あーがむしゃらやるときはやるよ。あーなるほどね。あの最初のセリフとか期待されてないってすっごく楽なんだよね。あいつにはできるわけないってみんな思ってるからさ。確かにこういうの向いてないし、一生懸命やらなくていい。僕はずっとヘタレだって言われてきた。自分もヘタレだって思ってきた。ここで一回くらい頑張ったってそれは変わらないけど、なんかちょっとやってみようかな。ヘタレだってやるときはやるよ。あ、今日見つけてあげる、ありがとう、好きって、ありがとうね、可愛かった。ね、歌詞がいいよね。私も歌詞が響きます。あれやってたらもう、あ、ガラス瓶、ガラス瓶もいいよね。戻ろう、あれもあるかな、 TikTok。 え、着信ごめん、お姉ちゃんです。お姉ちゃんが電話してる。 AKB させといてくれ、え、そうなの、イベントで、イベント、え、嬉しい。まとめね。私まとめ割と似合うかも。似合うねって言ってもらうこと多いし、自分もまとめ好きですね。まとめてる自分。まとめてる自分は結構好きです。あ、そういうことか。回想。なるほどね。出張公演。見たいな。10月見れるかな。見に行きたいな。ストーチさん。嬉しい、まとめが一番好きって。今日はね、見ます、後ろ、あ、でももうちょっとぐちゃぐちゃかもしれん。こんな感じでなんかね、ちょっとツインテールっぽくなってるんです。わかりますかね、ここのツインがこうなってんの。ほどいちゃう、すごいよね。ね、私もさ、しっかり後ろ見てないんだけど、まだなんかね、そう、ピンの本数クイズいいよ、いいよ、ピンの本数クイズやろう。じゃあみんなの予想は、みんじゃあ今日の髪型ピン何個ついてるかクイズ、みんなの予想ここのコメント欄にお願いします。今ちなみに2本出しました。2本救出、何本かな。私は17本、
17本予想。148本ねえ、もう、頭ピンだらけやん。もう、ピンしかない、それは、頭が。頭にピンしか刺さっとらん。17予想。じゃあ、いきますよ。3本。そんな刺さってるかな？ 4 本。5本。6本。7本。8本。お！ここで、やっとついに。あ、待ってよ。9本。で、ほら、見て！ツインテールになりました！こうなってたの。これが、こうなってたの。キュッてなって。すごいよね。ツイン。で、あれ？もしかして？もしかして、もしかして？もう？ピンは？ない！ということは？正解は9本でした！すごい！9本であの髪型出来上がってたんだ。9本しかなかった。うん。もう終わり。ね、私も思ったより少なかった。いてて。すごーい。まさかの一桁。そう、こうやってね、三つ編みになってたみたいだ。ね、私も10以上あるかなと思ってたわ。ふわふわ髪になります。で、ここもね、見て。編み込みしてもらってるの。編み込みからの三つ編みっていう。見て、すごい。海外の女の子みたい。いや、一桁だと思わんかったね。よいしょ。ひゃー、ウェーブが。そう、やってもらっとるけん、私も。じゃーん。頭楽になるよ。縛られてた分。確かにハーマイオニーみたい。確かにバブリー感もありつつ。見て、ほら、三つ編みしてたからさ。ヴィーナスの誕生？こう、このポーズやばい。貝殻のやつだよね。ちょっとやめとこう。バンされそう。え、そう、ベルちゃんも、そうだよ。ベルちゃんも三つ編みだったから、こんな感じだった、ほどいたら。そう。すごいですね。ふわふわしてます。ウェーブアズミン、レアだよ。ここまでウェーブは。パーマね、似合うかな。でも巻く、いつもさ、巻いてる時もさ、このさ、この巻きじゃないんですよね。こっちのさ、ウェーブ巻きじゃなくって、こう小手でこういうタイプの巻きなので、そう、こっちタイプじゃないんですよね。こっちタイプなの、巻いてる時、毎回。だからこの巻きはめっちゃ新鮮、あずみん。うんうん、新鮮ですね。はい。トゥモロー、トゥモロー、I
ベルちゃん花瓶、いつか やりたいな、ベルちゃんね。ありです。ベルちゃん。兄、狙ってますね。絶対的、子役でしょ、だって兄って。子役さんでしょ、そう。21歳、兄できません、絶対。多分応募もできない。21歳は。確かに、見た目はいけても、いけるかも。ねえ、大人です。大人感出していきたいのに。無理だよ。バレちゃう。21歳の貫禄があるからさ、やっぱり。21歳の貫禄でさ、やっぱバレちゃうよ。オーディション会場行ったら。ちょっと大人すぎますね、この兄は。つって。伝説。21歳。ベルちゃんは、14歳とかだよ。中学生とか、多分高校生、中学生ぐらい。未成年ですね。ぐらいの設定。きちんと何歳ってあったわけじゃないけど、その、共演者の方との共通解釈で、中学生ぐらいにしてました。10何歩くらい。そう、めっちゃ働、あれはね、だから、めっちゃ働いてたけど、研究者だけど、あれはだって、ちょっと闇がある研究者だったからさ。広まれて、そう。でも家族、なんか、共演者とかの方と考えた裏設定みたいなのは、ゾーイいたじゃん、ゾーイ。ゾーイと私は、幼い頃から幼馴染みたいな感じで一緒で、で、二人とも両親を早くに黒死病で亡くしちゃって、ってなってた時に、まあ、メアリーと一緒に、社長たちに拾ってもらったというか、半分そこが、自分たちの住み場みたいな感じで拾ってもらって、全然未成年だけど、働いてたみたいな。で、働かせてたみたいな感じですね。未成年だけど、そう、社長たちも働かせてたみたいな。で、ちょっと良くない研究をしてたっていう感じの、ほんと闇深い、研究所だったので、そう、未成年だったよって感じの設定でやってました。そう、すでに闇深しって感じですね。ごめんね。もう言えます、もう言いすぎてごめんね、ごたんだごめんね、ごめんね、ごたんだごめんね、ごめんねって言ってたもんね、ごめんね。でも多彩、まだやりますよ、ベルちゃん。たまにそのマネージャーさんとか家族とかメンバーとかと話してる時に、なんとかしてもらってもいい？みたいな感じで聞かれたら、あ、いいよみたいな、いいですよとかっていう時に、いいよってね、ベル、実験に使っての、いいよって言ったり、謝る時にごめんねって謝ったりしてます。ベル、そう、ベルになってる。いいよ。懐かしいですね、舞台の期間が。ペスト、ね、黒死病。苦しそうな顔また見たいって。確かに、苦しい顔なんか見せないもんね。あんなに。私が、ってなってる姿なんてね。瞬間でしか見ないもんね、みんな絶対。死ぬ瞬間。もうね。
まあ、でもあれはベルちゃんだから。母が今日の歌も懐かしい。ダッパーワンの製薬会社、世界中でヒットしております。風邪薬に栄養剤に育毛剤エトセトラ。どんな人でも美人になる。どんな日、私さこれさ、どんな人でも美人になる。どんな人でも身長を伸びる。各種取り揃えご供ご好評をいただいてます。救世主はっていう歌なんですよ。私はどんな人でも美人になるの方が歌わりだったんですけど、そう、歌詞だけ見た時に、まだ歌わりは来てなくって、歌詞だけ見た時にどんな人でも身長を伸びるっていう歌詞があって、これ私歌ったらどうしようって思いながらそんな説得力のないちっちゃい人がちっちゃい人がね、どんな人でも身長伸びるなんて歌ってもね、説得力ないよなと思いながらだったら、美人、まあ、美人になるも説得力あるかどうかって言われたらあれやけど、そっちでよかったっていうちゃんと身長高いゾーイが身長伸びるって歌ってました。そう、まあそういう歌ってだけですけどねそう、私がね歌ったらちょっと面白いよね。身長伸びるってちっちゃい人が、あ、逆にね、逆に伸びてねもっとベルはもっとちっちゃかったけど、逆にその薬を飲んで逆にここの身長まで大きくなれたっていう方かもしれない。うん、っていう裏話、懐かしいですね。本当にブルーレイで見たい、見返したいなと思うもん。私も個人の感想です、面白い効果には個人差があります。本当だよ、どんな人でも身長伸びる、効果には個人差があります。各種取り揃えご供ここよいただいてますあ、職場なくした、ありがとう、え、ありがとうね、今日もありがとう、ありがとう、嬉しい。見つめながらお仕事頑張ってね、あずみね、語呂悪い。懐かしいです、舞台。あー、それじゃあ大丈夫、読みたいと思いまーす。こんばんにゃ。13位、やちりんさん、ありがとう。12位、ゴレヒロさん、ありがとう。11位、徳島のひーくん、ありがとう。10位、ぬしーさん、ありがとう。9位、ゆずきちさん、ありがとう。8位、ケイティセティンさん、ありがとう。7位、くばねパパさん、ありがとう。6位、ひげめがねさん、ありがとう。5位、かぎ37さん、ありがとう。4位、とっちゃんぼやさん、ありがとう。3位、りおさん、ありがとう。2位、こにゃまるさん、ありがとう。そして1位は、ドゥルルルルルルルバン、ポロンさん、ありがとうございました。ありがとう、公演に、配信にありがとうございました。またね。ね、もう23時だよ、早い。明日も一日頑張りましょう。おやすみんみんです。ありがとうね、おやすみなさーい。ありがとう、ゆっくり寝る、ゆっくり休むね。みんなもゆっくり遊んでね、ありがとう。じゃあ、ねねあずみんで終わります。せーのって言ったら、ねねあずみんって言ってください。せーの、なーにー、ありがとうございました。バイバーイ、おやすみー。